噂の美人アマさんはどっこにわかね。だからもう少し待ってってば。ダメだダメだ。今日きっちり返せねえってんなら、あんたにゃうちのいかがわしい店で返済できるまで働いてもらうぜ。そんな、こんな額すぐに用意できるわけないだろ。そもそもなんで借りた時よりこんなに金額が増えてるんだよ。契約書にちゃんと書いてあるだろが、利子は10日で5割だってな。はあ、なんだよこの小さい餅、10日で5割とかふざけんな。あーもううるせえな、可愛い顔してんのみっちの、悪い山だぜ。おい、力ずくで連れてけ。うっす。ちょ、やめろ、触んな、誰かー。無駄な無駄、誰も助けちゃくれねえよ。にわーっち。ぐはー。なんだてめえ、にわっち。この世のすべての可愛い子ちゃんの味方、鶏には死にたいクソモブ野郎からかかってくるんご。ふざけやがってこの鶏野郎。おい、やっちまえ。わあ。あ、もしもし弁護ちゃん、カクカクしかじか庭からこの契約書無効にしといて欲しいんご。あいあいよろ鶏っち。あ、もしもし北町チェアン、極悪人踏んじばっておいたから連行をなしゃす。あいあいよろにわっち。あの、大丈夫だったにわか。お美しいお嬢さん、借金とこいつらのことはこっちで処理しておいたから安心するんごよ。あ、ありがとうございます。ということで、今回は助けたお礼にアワビをご馳走してくれるみたいですよ。というのは建前で、珍しくアワビが売っていたので、アプリの SR 料理を増やすべくちょっと奮発しました。まず大量の塩をのせ、たわしでゴシゴシこすってきれいにします。しっかりこすってきれいにしたら水で洗います。貝殻の平べったくなっている方からステーキナイフを入れて、なんかいい感じに外します。正直こんな高いもの料理したことないので初めてです。あまり参考にはならないかも。これが肝と言われる部分ですが、正確には生殖腺らしいです。白色ならオス、緑はメスですね。ここで気をつけたいのは中長腺です。多分この黒っぽい部分、さばいてる時は知らなかったのですが、どうやら春先のアワビの中長腺を食べると抗腺過敏症といわれる中毒症状を発症することがあるそうです。貝類はちょくちょく毒を持っているものがあるので気をつけましょう。なので自信のない人は肝は食べない方がいいですね。でも肝も貴重な部位なので悩ましいところです。貝殻はお皿に使うのでよく洗っておきます。綺麗ですね。さてアワビの口の部分は硬くて食べられないので取り除きます。この部分です。しかしアワビの形って本当に口の部分を切り落とします。そしたらよく洗って水気をしっかりと拭き取り、飾り切りを入れて切っていきます。これでアワビのお刺身の完成です。さてこの時はまだ中長線のことを知らないので、無謀にも肝も調理します。今回は肝醤油にしたいと思います。ここで幸運にも中長線の部分だけ切り取っています。危なかった。肝の部分は軽く水で洗い、叩いてわさびと醤油と混ぜれば肝醤油の完成です。アワビのお刺身、言わずと知れた高級食材。閉店間際で200円引きで買えましたが、それでも700円ぐらいしました。コリコリとした食感はたまりませんが、700円と考えるともう二度と買うことはないでしょう。お礼だから遠慮せずに食べてくれ。ありには。しかし、まさかお嬢さんが噂の美人アマさんだったとは、まさに運命の出会いにはね。ははは、美人だなんて。それで、私に何の用だったの？
ああそうにはそうには、実はにわは食堂を経営してるんにわけど、あまちゃんから会計の食材を仕入れたくて相談に来たんにわよ。え、ほんとに恥ずかしながらうち貧乏でさ、契約店ができるなら願ったりかなったりだよ。じゃあオッケーってことにはね、これからよろにわっち。こちらこそ。それじゃあここは一つ、さらなる信仰を深めるためにも、お互い裸の付き合いでも。え、板町治安。言われた通り極悪人も、連婚してたらあなたの声が、聞こえたので覗いてみれば、案の定でした。現行犯です。案の定って、ちょ、待って、今からいいところなんにわよ。みたいな人だったな。
はーい、10番の支配者、コウホウちゃんだよー。毎回最後までちゃんと動画見て、偉いぞ。さて、それじゃあ早速1件目。アプリが近日中に更新されると、思うよ、71品から81品になるみたい。あと、いくつかの絵が差し替えられたり新規に入るみたいだね。2件目、ブースにて3枚100円の、絵のやつ売ってるよ。よかったら買ってどうぞ。3件目、ビクシブファンボックスについてなんだけど、何をすれば月額100円払う気になるのか、ご意見を募集します。今ここで、多少無理なことでも、これやったら考えんでもないぞって、意見をなしゃすー。そんなところかなー。それじゃあ恒例の2話アップ、今週の結果はこちら。大して変化ないね。山登りするとその日は体脂肪減るんだけど、結局そこから数日筋肉痛で走れなくなるから、プラマイゼロ感があるね。今週は後半筋トレもサボりが気になってたし、いやーいかんね、けしからん。社長は脂肪 25% 超えたらマジで、ひき肉にするからそのつもりでね。それじゃあバイバイ。